け終わりましたので、引き続き小泉先生の方からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、再開させていただきます。なんか時間が やはり足りなくなりそうなので、すぐに始めます。ここまで聞いていただいて、子どもたちも含めて放射能の戦地に今現在生活しているというところまで聞いていただきました。もちろんこういう状態で生活すれば被爆してしまうということは避けられないわけです。では被爆というのは一体どういうものなのかということを次に聞いていただきます。この世界に放射線というものがあるということに人間が気がついたのは1895年です。ドイツのレントゲンという物理学者が偶然発見しました。それまでは放射線ということを知らないまま人間は生きてきたわけですけれども、放射線がある。不思議なもんだなということで、たくさんの学者たちが放射線の正体を突き止めようとして研究を始めました。皆さんキュリー夫妻という人たちのこともご存知だと思います。もう超という頭文字をつけたいぐらい優秀な科学者です。そういう優秀な科学者たちが放射線の正体を探り始めるということがその時から始まりました。しかし超という頭文字がつくような優秀な学者たちも放射線が何だかわからないからこそ研究に従事したんです。そのため彼女らは大量の被爆を繰り返すようなことになり、たくさんの優秀な学者たちが命を落とすという時代がその頃に起こりました。そういう悲惨な歴史を経て被爆をすると死んでしまうということが分かりました。一体どのくらい人が死ぬのかということを一つにまとめたのがこの図です。被爆による急性死確率と書いてあります。赤い帯が下の方はここから始まってだんだん帯の太さが太くなって上まで行っているという赤い帯があります。左の方に2から8まで数字が書いてありますが、この数字はそれぞれの人がどれだけ被爆をするか、全身で被爆をするかということを意味した数字です。被爆の単位は放射能の単位はベクレルですけれど、被爆の単位はグレイです。グレイという単位については後で説明させていただきますが、とにかく被爆のが2グレイ、3グレイ、4グレイ、8グレイと多くなっていくということを示しています。で、一番上に0、50、100と書いてあるのですが、これは急性死亡確率です。 0% つまり死なないというのと、半分が死ぬ、 100% 死んじゃうというその確率を書いています。どうやってこの図を見るかというと、2グレーの被爆の時に赤い帯のが始まっています。つまり2グレーという被爆をすると死ぬ人が出てくるということを示しています。だん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 帯の幅が広くなってきて、4グレーになった時の被爆量を私たち半致死線量と呼んでいます。つまり半分死ぬと、2人のうち1人は死ぬし1人は助かるというのが4グレーという被爆量です。もっと被爆をして8グレーにまでなると 100% 死んでしまうと、人間がもう生きることができなくなる被爆量というのがこれだということが、長い被爆の歴史の中で、悲惨な歴史の中で学んできた科学的な知識だったのです。ではそのグレーという単位何かということですけれども、非常に単純に決めました。被爆の影響というのは、そのものが被爆によってどれだけのエネルギーを与えられたかということで全てが決まるんだと。だからこう決めようと。被爆の影響は被爆する物体が放射線から受け取るエネルギーを尺度にして測ると。1キログラムの物質が1ジュールのエネルギーを吸収した時の被爆量を1グレイと決める。これ以上単純には決められないというほど単純に決めました。とにかく1キログラムのものがあって、それが放射線に被爆をして1ジュールというエネルギーを加えられたら、それが1グレーだと決めたのです。でも皆さん、ジュールという単位はあまり馴染みがないと思います。1ジュールというのは 0.24 カロリー
です。カロリーというのは皆さんご存知だと思いますけれども、1グラムの水の温度を1グラム1度上げるのが1カロリーです。1グラムの水の温度を1度上昇させる。もし水が1グラムでなくて1キログラム1000倍もあれば、その水の温度は1000分の1度しか今度は上がらないということになるわけです。分かっていただけるでしょうか。ちょっと面倒くさい話を私は今してますが、そうすると1ジュールというのは 0.24 カロリーですから、1キログラムの水が1ジュールのエネルギーを吸収する場合には温度は約1万分の2度上がります。人間というのはほとんど水です。体 60% から 70% は水ですので、人間が1キログラムあたり1ジュールのエネルギーを吸収する、つまり1グレーの被曝をするということを考えると、人間の体温は1万分の2度しか上がらないんです。よろしいでしょうか。今新型コロナウイルスで38度の熱になったらどうしろとか言ってるわけだし、まあ皆さん普通風邪ひいたって体温計で37度38度と測れるわけですね。でも 1グレーというのは1万分の2度しか体温が上がらない。体温計で測ろうが何にしようと測ることができないほど微量なエネルギーです。これ先ほど見ていただいた図です。放射線に被爆して4グレーの被爆をしたらば2人に1人が死んじゃうんです。でもその時じゃあその被爆をした人はどれだけ体温が上がったのかというと1000分の1度しか上がりません。8グレー浴びたら完璧に死んでしまうわけですけど、その時に人間が放射線から受け取るエネルギーは温度上昇に換算すれば1000分の2度しかない。たったこれだけのエネルギーを吸収すると人間は死んでしまうという、それほど放射線というものは生命体に対して危険を及ぼすというものなわけです。なぜかということなんですけれども、この世にあるすべてのものは原子がお互いに手を取り合って物質を形作っています。例えば水というのは皆さん中学高校で習ったと思いますが、 H2O と化学式で書きます。 H が水素、O が酸素ですけど、一つの酸素と水素が二つくっついて水になるということになるわけです。私の体の中はまあほとんど水ですけど、まあ、その他いろんな物質で私の生命体が支えられています。そして私というこの生命体を支える一番の基本は遺伝情報です。今日この会場100人ちょっとの方いらっしゃるかもしれませんけど、誰一人として同じ人間いない。松本市24万人でもみんな違う人間。長野県200万人ぐらいいるでしょうか。全部違う人間。日本人1億2000万人いても全部違う人間。地球上70億人いたって全部違う人間なんですね。全ては遺伝情報が一人一人みんな違うからということで、その遺伝情報だって水素、酸素、炭素、まあ、あるいはリンとか特殊な物質が手をつなぎ合って、私なら私の遺伝情報、まあ、DNA と呼んでいるものを作っているわけですね。そういう分子結合のエネルギーというのは数 EV と書いてありますけど、これエレクトロンボルトという私たち呼んでいます。大変微小なエネルギーなんですけど、その微小なエネルギーでお互いに原子が手をつなぎ合って全てのものを作る、私の遺伝情報も作るということになっているのです。では放射線というもののエネルギーはどのくらいかというと、X 線、レントゲンが見つけた X 線ですね、放射線。皆さん病院行って時々 X 線撮影なんてする時のそれですけど、それは10万エレクトロンボルトあるの。 X 線撮影に行って、はい、息を吸って止めてバシャッと X 線撮影、まあ胸部レントゲン撮影の時はそれをやるわけですけど、その時には背中の方から X 線が飛び込んできて私の体を貫いて胸の前にある写真甲板に因果するんです。つまり
体全部貫いて被曝をさせていくということをやっているわけです。お医者さんから見ると非常に便利です。私がどっか骨骨折しているというのも映ってしまうわけだし、もし私が肺がんならその肺がんも映ってしまう。お医者さんは便利だから多用したがります。でもそれをやった途端に、私なら私の体はズタズタに放射線で引き裂かれるという、そういうことになるわけです。なんと分子結合の数万倍というようなエネルギーを持った塊が私の体を貫いていくということになります。先ほどから聞いていただいたセシウム137という放射性物質はガンマ線という放射線を出します。そのエネルギーは66万1000エレクトロンボルトです。生命体を形作っている DNA が、成り立っているエネルギーですね。それに比べればもう何十万倍というようなエネルギーの塊が被曝をさせていくということになってしまうわけです。そのため体温上昇で測ればほんのわずかなものであっても生き物としては生きられなくなってしまうというものなのです。被曝をして死んでしまう、やけどをしてしまうというような急性の障害も出ます。でもそういう急性の障害が出なかったとしても、遺伝情報に傷を受けるということ自身は避けられないわけです。じゃあ大量じゃない低い被曝の時はどうなるのかということはもちろんみんな知りたかった。どうやって調べたかというと、一番基本的なデータを提供したのは広島長崎原爆被爆者の人たちです。今ここに、図グラフを見ていただいているわけですけれども、横軸は被曝量です。ゼロからどん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 被曝の量が多くなるという方、縦軸は危険度です。がんで死ぬとかいう、そういう危険度を表していて、危険がない状態からどんどん多くなる状態までを書こうとしています。被爆者の人たちを調査してどんなことが、一番初めにまずこの地球という星には人間が作ったのではない天然の放射性物質があります。ウランもそうだし、実はカリウム40というものもたくさんあって、私たち知らずのうちに被曝をしていたんです、天然の放射性物質から。ですから ある程度の被曝というのはもう避けられないという状態のもとで私たち生きてきました。ですからこのある程度の被曝をすることによって、何がしかの危険を負わされている、それはもうこれだけの高さの危険を負わされているということは避けられないわけです。では被曝者を調べてきてどんなことが分かったかというと、こういうことが分かりました。たくさん被曝をした人は危険が大きい、被曝の量が少し減ってくると危険も少なくなるということが被曝者の人たちを調べて分かりました。そしてどん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 被曝者の人たちを長い年月にわたって調べていくと、いやもっと低い被曝だってやっぱりそれ相応の危険が伴うということが分かってきました。爆心地の近い人たちからどんどん離れていった人たちまで調べるわけですけれども、どんなに離れてもやっぱり危険はあるということが分かりました。もっと調べていってもやっぱりそうだと、被曝は被曝の量に応じて危険度が変わっていくということが分かってきたのです。でも調査すでにもう70年ぐらいやっているわけですけれども、被爆者の方々は高齢になってどんどんお亡くなりになってきている。この先の調査はもう多分続けることができない時が遠からず来るのだと思います。ではこの先は一体どう考えるかということですけれども、ずっと調べてきて被爆量と危険度は比例しているんだから、これから先だってこう考えるのが当たり前だろうというのが現在の学問の定説なんです。でもそうじゃないという人たちも実はいて、これが一番の定説になっています。でも後で聞いていただく ICRP という組織があるのですけど、それは低い被曝量の時は危険は半分に考えようというようなことを言っています。その他に、被曝が少なくなれば、こんな形で危険度が少なくなるという人もいるし、もっと極端な人はあるところから先は今度有益なんだと、
よろしいでしょうか。上に行けば危険だけども、下の方にこうやっていく。だから被爆量の少ないところはむしろ有益だからどんどん被爆させてもいいというようなことを言う人たちもいるのです。逆に、低い方の被爆というのはむしろ高い危険度を持つというこういうことを主張している学者たちもいます。細かい説明は今日はもう全くする時間がないので省かせていただきますけれども、よくわからないという状態が現在まで続いています。ただ ICRP という組織、国際放射線防護委員会といって、私は原子力を推進するための学者の団体だと呼んでいるのですけれども、その団体が2007年に勧告を出してこう書いています。約100ミリシーベルト以下の線量においては不確実性が伴うものの、がんの場合疫学研究および実験的研究が放射線リスクの証拠を提供しているというのです。疫学研究というのは先ほど聞いていただいた原爆被爆者の人たちの研究です。そうではなくて実験室で実験をして、細胞がどうなるかというような実験はたくさんできるわけですけれども、そういうものも全部合わせて考えると100ミリシーベルト以下でも放射線リスクの証拠があると言っているんです。さらにこう言っています。約100ミリシーベルトを下回る低線領域でのがんまたは遺伝的影響です。がんだけではありません。子どもたちに遺伝する影響、それもの発生率は関係する臓器及び組織の被曝量に比例して増加すると仮定するのが科学的に妥当であると言っているんです。100ミリシーベルト以下ですよ。今日本の国は何て言ってるかというと、100ミリシーベルト以下の被爆は危険がないからみんな我慢して汚染地に住んでしまえというようなことを言ってるわけですけれども、日本の政府がおんぶに抱っこしてきた ICRP という組織すらが100ミリシーベルト以下だってちゃんと危険はあるということを明言しているという、そういう状態なのです。おまけに子どもたちは被爆に敏感です。今からそれを見ていただこうと思います。私が見ていただくのは放射線がん死の年齢依存性というものを見ていただきます。放射線に被爆をすればやがてがんで死ぬということは分かっています。でもそれが死ぬ可能性危険度が、ね、被爆した年齢によってどれだけ違うかということを今からここに書きます。まず30歳の人の場合には被爆の危険度はこの赤い帯の高さだと考えてください。これ実は1万人シーベルトあたりのがん指数といって、ちょっと説明すると時間がかかってしまうのでそれも省かせていただきますが、30歳の人ならこれだけの危険があると考えてください。この危険度は全年齢を平均した時の危険度とほぼ等しいです。今日この会場に30歳の方がいらっしゃれば自分は平均的な危険度を持っていると思っていただければいいと思います。そして人間は年を取っていくと被爆にどん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 鈍感になります。なぜか、今私が被爆をして私の体にどこかの細胞ががんになる運命づけを与えられたと想像してください。でもその細胞が細胞分裂をして大きくなっていって臨床的に分かるほどの大きさになって私を殺すわけですけれども、そうなるまでにはもう何回も何回も細胞分裂を繰り返していかなければいけないわけです。でももう私のような年になると細胞分裂なんてしないんです。造血素細胞はもちろん細胞分裂して血を作ってるわけですけど、それ以外のいわゆる体の細胞なんて細胞分裂しません。ですからもう私成長もしないわけだし、むしろ背が小さくなっていくというそんな時に入っているわけで、まあ大人の皆さんはほとんど細胞分裂なんかしないわけです。そして私の細胞、体の細胞のどっかががんになる運命づけを与えられたとしても細胞分裂しないから、それが本当に私を殺すまでには長い時間がかかってしまう。それより前に私死んでしまう可能性たくさんあるわけですから、もし仮に私が被爆によってどこかが傷をつけられてやがて死ぬ運命づけを与えられたとしても、それが本当に発現する危険度はどんどん減っていく
わけです。そのため年を取れば取るだけ危険度は減っていきます。50歳55歳にもなると帯の高さが見えなくなっていると思います。危険がないわけではありません。どんな年齢でも被爆は危険です。でも年を取っていけば平均的な危険度に比べて70分の1や80分の1というぐらいの危険度で済んでしまうのです。今日この会場にいらっしゃってくださった皆さんはほとんどこういう世代の方ですから、まあ被爆をしても大きな危険は受けずに済むと。でも逆に子どもたちは大変です。0歳の赤ん坊にでもなれば平均的な危険度の倍3倍4倍あるいは5倍というほどの危険を受けてしまうということになるのです。0歳5歳10歳というように毎日見ていて面白いように成長していく子どもたち、つまり活発に細胞分裂をしていくというそういう子どもたちが放射線の危険を一手に押し付けられてしまうということになるわけです。そして彼らには原子力を選択したことがについての責任がないんです。福島の事故を引き起こしたことについての責任もないんです。私は皆さんここに来てくださっている皆さん大人の皆さんには福島の事故を引き起こしたことに関しての何がしかの責任はあるはずだと思っています。まあ、こんなことをここから言うのは大変申し訳ないけれども、でも日本人の大人には何がしかの責任があると思っています。でも子どもにはないんです。でもその子どもたちが被爆の危険を一手にこれから負わされるというそういう時代になっていくわけです。一体どのくらいの危険度かということを表にしておきました。平常時福島の事故の前ですけれども一般の人々は1年間に1ミリシーベルト、それ以上被爆をしてはいけないというのが日本の法律でした。私のような特殊な仕事についていて給料をもらっていた人間、放射線業務従事者というんですけど、そういう人間は1年間に20ミリシーベルトまで我慢しろと言われていました。普通の人の20倍です。給料をやってるんだからそのくらいは我慢しろと言われたのがこの値です。一体そのくらい被爆をするとどうなるかというと、一般の人々が許されている1年間に1ミリシーベルトという被爆すら害がないわけではありません。でも日本というこの国に生きて利益を得ているんだからこのくらいは我慢しろと決められた社会的な数字です。そうすると2500人に1人ぐらいはいずれ癌で殺されるということです。2499人はまあ何にもないんだからいいだろうということで決めている。私のような人間は125人に1人が死ぬぞ、124人は助かるからいいだろうと、給料やってるんだからというのでこれが決まってるんです。福島事故が起きてじゃあ日本は何をしたかというと、福島原発で事故の収束にあたる労働者たち、収束作業その時だけで250ミリシーベルトまではもう我慢しろと、どうしようもない過酷な被爆現場なんだからこのくらいは我慢しろと日本政府が決めました。そうすると10人に1人の労働者がやがてがんで殺されるというほどの危険度なのです。そして今日本の国は1年間に20ミリシーベルトの被爆であればもう何でもないから汚染地に帰れと、そこで普通に生活しろと言って子どもたちも捨ててしまったいるわけですけれども、そうすると0歳の子どもの場合には31人に1人がいずれがんで死んでいくというそれほどの危険度です。こういう危険度を本当に許すことができるのかということが今私たちに問われているわけです。これはいわゆる被爆の許容量というもので、日本人の一般的な人々は1年間に1ミリシーベルトだと私今聞いていただいたし、私のような職業人はその20倍だったと聞いていただきました。それが歴史的にどんなふうに変わってきたかというのを1枚の図に今から見ていただこうと思っています。1900年、レントゲン X 線を見つけたのは1895年ですから、この直前ですね、ものです。それから1950年、2000年となっています。レントゲンが X 線を発見してキュリー夫妻たちが活躍した1900年の頃はどうだったかというと、これが許容量でした。
これ 0.01、0.11、10、100、1000、万、10万と上がっていってる、ちょっと特殊なグラフ用紙ですけれども、ここは1日ごとに100ミリシーベルト浴びてもいいという、そういう基準だったんです。よろしいですか。1日ごとに100ミリシーベルトですよ。それぐらい浴びてもいいと。どうやって決めたかというと、それだけ被爆するとやけどの症状が出るんですけど、まあそのぐらいならいいだろうというふうにしてここ決めていた。でもこんなことをやってたくさんの学者たちが死んでいくということを経験して、この許容量は劇的に下げられました。20年も経ったらほぼ、まあ、10分の1、100分の1ぐらいまで減っているんです。そういう基準がどん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 下げられていくという歴史が続きました。そしてこの頃になると、1945年には原爆が落とされて広島長崎の被爆者の研究が始まってくるわけで、職業人だけを規制してもダメだと、一般の人たちの被爆量も規制しなければいけないということで、一般の人の許容量ができてきました。その後もさまざまな研究がどん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 続いていく、被爆の危険というものが分かってくるという中で、許容量というものがずっとこうやって変わってきたのです。分かっていただけますでしょうか。ずっとこうやって研究が進んで、科学的な知識が蓄積して、被爆の危険度が分かってくるに従って、どん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 許容量が減ってくるという、そういう歴史だったんです。ここが1年間に1ミリシーベルトという日本の法律だったわけですし、これが1年間に20ミリシーベルトという私のような人間の許容量だったんです。福島の事故が起きてどうしたかというと、一気に20倍にしてしまった。普通の人たちが私が受けていた許容量と同じまで被爆してもいいというようなことにされてしまったということになりました。ここで一つ、世界各国というかソ連という国との比較を聞いていただこうと思います。日本というこの国では、ソ連というような国は悪い国だと大抵の人が思わせられてきました。全体主義国家で、人々は自由もなければ、国がちゃんと守ってくれないというふうに、多分多くの日本人はそう思っていると思います。そのソ連、旧ソ連で、チェルノブイリ原子力発電所というところで、福島の事故と同じような大きな事故が1986年に起こりました。でどうしたかというと、ここに、汚染度が書いてあります。1番目のカラムと2番目のカラム、これは1平方キロメートルあたりのキュリーという昔の放射能の単位、こちらが1平方メートルあたりのベクレルという現在使っている単位ですけど、一応数字で換算を私はしています。それからここに1年間に何ミリシーベルトまで被爆をするかというのが、このカラムに書いてあります。チェルノブイリ事故の時、ソ連は何をしたかというと、かなり高いところ、汚染度の高いところまでを強制避難させました。それ以下のところは実は汚染地に捨てたんです。ソ連はひどいことをすると私は思いました。でもソ連という国はその後考え直しました。人々を捨てることは間違いだということで、1991年になってチェルノブイリ法という法律を作りました。やはり人々を守らなければいけないということで、一度は捨ててしまった人々のうちでも、1年間に5ミリシーベルトを超えるような被爆をする人たちは移住の義務があると、とにかく逃げろということを指示した。そして1年間に1ミリシーベルトを超えるようなところはもう移住の権利を認めると、逃げたい人にはちゃんと国が移住させるということを表明しているんです。でそのもう少し低いところでも、人々が居残るというのであれば、そういうところの人たちには放射能の監視を強化して、保養でも何でも行かせるというようなことをソ連という国はやっているんです、現に。じゃあ日本はどうしたかというと、先ほど聞いていただきました、1平方メートルあたり60万ベクレル、このレベルを超えた人は強制的に避難をさせたんです。でも
それ以下の人たち、先ほどの福島の青い帯のところとかくすんだ緑の人たちのところは帰民したという状態で、現在も今そうなってるわけですけれども、日本の国は逆に一度は避難させた人たちもどん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 避難指示を解除して、居住制限も解除する。どうしても帰れないのは1平方メートルあたり300万ベクレル以上の汚染を受けたところ、先ほど日本政府が作った地図でいうと赤色で塗ったところだけです。それ以外のところはもう被爆なんて気にしないで帰れと、どん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 帰れと言って、今被害者たちを汚染地に返すということをやっているんです。一体どっちの国が人々に対して優しい国なのかなと私は思ってしまいます。さて、ここから先は敷地の中の話を聞いていただきます。まず汚染水というもの、皆さんこの頃ずっと聞かれてきたと思います。一体それ何なのかということですけれども、ここに一つ、ポンチエというか新聞のが載っていた図ですけど、引っ張ってきました。ここが原子炉建屋です。ここがタービン建屋です。で、福島の原発というのはもともとは海抜30メートルあるいは40メートル近いところ、フラットのところだったんです。戦争中飛行場があったというようなところなんですけれども、そこに建てたんです。でも原発というのは初めに聞いていただいたように膨大な熱を環境に捨てなければいけないんです。どうやって捨てるかというと、海水を温めて捨てようとしていた、していたというか今もそうしているわけですけど、そのためには海水を発電所の、タービンのところまで引きずり込んでこなければいけないということがあって、海抜30メートル40メートルのところまで組み上げるのは大変だと言って、むしろ敷地を削ったんです、海に近いところまで。そうするとそこに地下水がどん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 流れ込んでくるという、そういう状態になっていたわけです。これですね、地下水ずっと敷地の中に流れ込んできて海へ流れていっていたんです。そして原子炉建屋もタービン建屋も放射能を取り扱っている場所ですから、この建屋両方とも放射線管理区域なんです。ですから外界と隔絶されていなければいけない、つながっていてはいけないというはずだったんですけれども、福島の事故が起きた時には地震でこの建屋の地下がボロボロにもう壊されてしまったのです。そのため地下水が、これは後で説明します。ここに書きましたけど、地下水が毎日毎日400トンずつ原子炉建屋の中に流れ込んでくるという状態になりました。一方でこの原子炉溶け落ちてしまったわけですけれども、溶け落ちてどっかになくなってしまったわけじゃなくて必ずあるわけですから、それを冷やし続けなければいけないということで、毎日毎日400トンの水を原子炉の中に人為的に注入していました。一方で地下水が400トン流れ込んでくる、合計800トンをというか組み上げたと、組み上げて400トン分はまた注水に使うということをやったわけですけれども、地下水で流れ込んでくる400トン分はもうどうしようもないから、タンクを作って貯蔵しようということをやっていたのです。で、事故後、2011年の事故後、どん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 貯蔵タンクに溜まってくる水の量が増えて、2年半後ぐらいにはもう43万トンも溜まっていたという、そういう状態になってしまっていました。そしてもう一つ問題は、ごめんなさい、どん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 増えてきたんですね。もう一つ問題は、原子炉建屋やタービン建屋に流れ込むのではなくて、敷地の中をずっとただ海へ流れ込んでいく地下水が400トンから600トン別にあるというのです。で、大変なことになってるわけですけれども、でも地下水が原子炉建屋、タービン建屋の中に流れ込んでくる限りは、もうどうしようもなく水の汚染水、放射能で汚れた水が増えてしまうということは避けられないわけです。これが福島第一原子力発電所の敷地の写真です。原子炉、まだ福島の事故が起きる前です。ここに1号機があります。
2号機、3号機、4号機とここに4つ並んでいます。そして福島第一原子力発電所には北の方向に5号機、6号機というもう2つ原子炉があったのです。で、まあ、広大な敷地の中に、まあ、建物がポツンポツンとあるというぐらいでした。ここは野鳥の森と呼ばれるような、まあ、緑豊かな敷地の中だったんですけれども、これが今はこうなっている。原子炉が並んでいて野鳥の森だったところが全部潰れているわけですけど、これ何かというと、これが汚染水のタンク群なんです。もう敷地を埋め尽くすごときにタンクを作って、およそ1000基のタンクを作って、そこにどん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 増えてくる汚染水を貯めるということをやってきたわけです。一体どのくらい溜まっているかというと、タンクの貯蔵容量は今138万7500トンあります。そこに東京電力が処理水と呼んでいる汚染水が121万4458トンあります。まあ、ずいぶん多くなって、その他にいろいろな汚染水があって、合計でいうと125万5158トン。これ1月末の数字ですけれども、刻々とまあどんどん増えてきているわけです。もう隙間がないと。これ以上もう貯めることができないということで、東京電力と国はこれを海へ流すというようなことを言っているわけです。でも、もっともっと遡って考えてみるべきだと私は思います。原子力を利用する、つまりウランを核分裂させてしまう、そんなことをすると必ずトリチウムという物質は生まれるんです。あ、そうですね。このトリチウムというのは別名三重水素と言うんですけれども、水素なんです。化学的には、水素というのは環境に出ると必ず水になってしまうんです。汚染水の中にトリチウムというのがあるわけですけど、水そのものなんです。汚染水をどんなにきれいにして不純物を取り除く、放射性物質を取り除いても、トリチウム自身は水そのものですから絶対に取り除けないんです。それを今海へ流すと国が言ってるわけですけれども、福島の事故で溶け落ちた燃料は約200トン分です。1号機、2号機、3号機、3つ溶けたんですけど、約200トン分が溶けました。それに含まれているトリチウムというものが今汚染水の中に含まれているわけですけど、総量で 3.4 ペタベクレル、ちょっと数字分かりにくいかもしれませんけど、まあこのぐらいあると考えられています。では福島の事故が起きなかったら、このトリチウムどうなったんですか。事故が起きなければこの燃料は再処理するというのが日本の、原子力政策の基本であって、一番初めに6カ所再処理工場のことをちょっと聞いていただきましたけど、6カ所再処理工場に持って行って再処理することになっていたんです。ですから福島の事故が起きなければ、福島で今溶け落ちてしまった燃料は6カ所再処理工場に行くはずだったんです。じゃあ再処理工場に行ったらどうなるかというと、再処理工場というのは使用済みの燃料を高温の濃硝酸に溶かしてプルトニウムを取り出すということをやる工場なんです。それを目的とした工場なんです。その過程でトリチウムは全量が水に移って環境に放出されると、捕まえることできませんから、6カ所再処理工場でトリチウムは海へ流すという計画だったんです。この6カ所再処理工場は1年間に800トンの使用済み燃料を処理する計画で、それで出てきたトリチウムを海へ流しても安全だと言って国が安全審査でお墨付きを与えた工場なんです。私先ほど再処理工場というのは、原子力発電所が1年間に放出する放射能を1日ごとに放出してしまうほど危険な工場だと皆さんに聞いていただいたわけですけれども、そんなことしても安全だと、運転していいよとすでに国が認めているという、そういう工場なんだ。福島で溶けたのは200トン、再処理工場では1年間に800トン処理して、いずれにしても全量を海へ流すというんです。
六ヶ所再処理工場では、まあ、計画安全審査の申請書には毎年毎年18ペタベクレルのトリチウムを海へ流して安全ですとハンコがつかれているわけです。今問題にしている福島の事故のトリチウムなんかは国や電力会社から見れば全くなんてこともないものなんです。もともと海へ流すつもりのものだった。こんなものを海へ流しちゃいけないなんて言われたらば日本の原子力は成り立たなくなってしまうというそういうことになっているわけです。これも、まあ、ちょっと今聞いていただいているようなことが文章で書いてあります。皆さんお手元にあると思いますのでもしご興味があれば後から読んでいただければいいと思いますけれども、今福島のトリチウム汚染水を海へ流していいかどうかという議論をしているけれども、この議論は日本の原子力の使命を決するほど重要なことです。もし福島の汚染水を海へ流してはいけないというなら6カ所再処理工場運転できません。日本の原子力政策が根本的にひっくり返るというそれほど重要な問題の戦いが今続いているというふうに認識してください。最後に福島のことに戻ります。今日聞いていただいたように東北地方関東地方の広大な地域が本来なら放射線管理区域に指定しなければいけないほど汚染されています。私が言ってるんではありません。日本国政府が汚染地図を作って示しているんです。被曝は微量でも健康に被害を受けます。まさに実害です。それも学問的にもう分かっているんです。国は私のような放射線業務従事者に対して初めて許した1年間に20ミリシーベルという被曝限度を子どもも含めた住民に押し付けてしまった。そして一度は逃げた人たちにそれまで住宅の手当てをしていたわけですけれども、2017年3月には自主避難している人も含め住宅支援が打ち切られました。でも帰れないという人たちがいたために2年間延長されて2019年3月までは曲がりなりにも支援がありました。しかし2019年3月今から2年前ですけれども、それもすでに打ち切られてしまいました。やっとにして逃げた被害者たちも何の支援も受けられない状態におっぽり出されてしまったわけです。さらにその上今何をやっているかというと住宅支援を与えて、まあ、住んでいる人たちに対して住み続けるというならそれはわがままだと。福島にはみんな普通に生活してるんだからお前たちだけ逃げたいなんていうのはわがままだから家賃の2倍払えという裁判を起こすというようなことまでやって被害者を汚染地帯に返そうということをしています。捨てられてしまった人たちは長く苦難を背負い続けています。もう疲れ果てて諦めてもう汚染地で生きるしかないというところにどん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 と追い込まれていってきました。そうなれば自分たちのふるさとをなんとか復興しようと思うしかもうないんです。復興が一番大切だというところに彼らは追い込まれてしまいました。人間は四六時中恐怖を抱えながら生きることはできません。恐怖なんて忘れてしまいたい、汚染なんて忘れてしまいたいと思うわけですし、国の方はもう忘れてしまえと、みんな普通にそこで住めというようにどんどん仕向けてくる。そして効果不効果放射能は五感に感じられないです。今福島ではとにかく復興が最優先だと、福島県産の食品は安全だからということを示すために学校給食にも福島県産の食品が意図的に使われるようになっています。2015年の秋以降は国道6号線という、バイクで走ってはいけない、車で走るときは窓を閉めなきゃいけないというような汚染した国道の清掃作業に学童が動員されて6号線こんなにきれいですということをアピールするというようなことをやっているんです。私は捨てられた人たちが苦しくてなんとか藁をもすがる気持ちで生き続けていることは分かるつもりです。でも子どもは使わないでくれと私は思っています。
そして福島で生きている人でも子どもたちのことを心配する人はいるわけです。なんとか逃げたい、汚染があるんじゃないか、夏の間だけでも保養に出たいというようなことを考える人がいるわけですけれども、そんなことを言うと復興の邪魔だと言って非難されてしまうというような状況が今福島を覆っています。その一方、この事故を引き起こした加害者、犯罪者である国や電力会社、あるいは原子力マフィアの人たちは何をやっているかというと、福島イノベーションコースト構想というものをガンガン今福島で進めています。どんなことをやろうとしているかと、こう書いてあります。未来福島はどんな福島になっているんだろう。福島第一原子力発電所の廃炉を着実に進めながら、この地に最先端の技術研究が集まり、新たな挑戦、新たな産業が生まれる。未来の子どもたちが働く場、学ぶ場が広がっていく。福島イノベーションコースト構想はそんな未来を創造するための国家プロジェクトです。ロボット、エネルギー、廃炉、農林水産、生活と文化を形作るあらゆる分野において、福島を前に前に進めていくためのさまざまなチャレンジが始まっています。ここで暮らしたい、ずっとここにいたい、そう思える場所を実現するために、これここに URL を書いておきましたけれども、原子力マフィアたちがこう言って今この構想を進めようとしています。こんなことも書いてあります。福島イノベーションコースト構想は東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。重点分野として廃炉、ロボット、ドローン、エネルギー、環境、リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の分野におけるプロジェクトの具体化を進めています。これだけ読むとなんかすごいいいことをやっていると、ほとんどの日本人はそう思ってしまうんじゃないかと私は思います。じゃあでは一体何やってるのかというと、こういうことをやっている。福島イノベーションコースト構想では、実際には日立、三菱、東芝などの原子力産業、鹿島建設、大林組、熊谷組などのゼネコンが巨額の受注を受けて大規模工事を進めているんです。彼らは原発を建設運転するときに大儲けをして、事故が起きれば今度は除染と称してまた大儲けをして、そして今復興のためだと言って大儲けをするという、そういうことになっているんです。福島事故では天災ではありません。人災です。地震や津波は天災です。でも福島事故は劣気とした人災です。その加害者である原子力マフィアが復興と称した大規模工事で巨額の儲けを得、被害者たちの苦難は一層深まるというような状態になってしまっています。イノベーションコースト構想の一部に、東日本大震災原子力災害伝承館というものが双葉町に作られています。でもその2020年9月20日ですね、オープンしました。そこ伝承館の中にはいろいろな展示があって説明があるんですけど、その中には被害という言葉も被害者という言葉もありません。もちろん加害という言葉も加害者という言葉もありません。ひたすら復興だ復興だ、こんな建物を建てた、こんな施設を建てた、そんなことだけをアピールするようなことになっています。そこで見学者を案内する人たちは、あの時どうだったというようなことを、まあ見学者に説明するわけですけれども、その案内係の人たちは国や東電を批判するような言葉は一切口にしてはならないというようなタガをはめられているという、そういう状態です。一体福島の復興って何のことを言うのかと、そこで生きてきた人たちの復興です。被害者の人たちの生活をどうやって保障していくかということが復興だと思うし、そのことに本当なら全力を尽くすべきだと私は思います。2011年3月11日からもうすぐ10年です。本当につらい現実が目の前に横たわっています。強制避難させられてふるさとを追われた人はもちろん被害者
です。汚染地に捨てられた人も被害者です。生活や家庭の崩壊を覚悟で自主的に避難した人も被害者です。汚染された食べ物は流通ルートに乗って流れています。それを知らないまま食べている私たちだって被害者です。一方で、この事故を引き起こした加害者の側は、誰も責任を取らないまま被害者同士を分断して原子力をまだ進める、原発は再稼働させる、あわよくば輸出したいというようなことをどんどんと今でも進めているという、そういう状態になってしまっています。一体何をしなければいけないのかといえば、汚染に目をつぶることではありません。汚染はあるんです。あれば被爆をします。被爆は実害です。そういう中で被害者には多様な苦悩があることをお互いに認め合って、非難するのではなくてお互いに助け合って加害者と戦わなければいけないということだと私は思います。そうすることが次の悲劇を防ぐ唯一の手段だと思いますし、こういう歴史に生きている私たち一人一人何がしかの被害を受けている者の責任だと私は思います。終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以前から一回お聞きしたいと思っていたことがありまして、それは、私の孫が小学生のための放射線副毒本というのをもらっていきましたで、そこには、一番最後のところに、多分事故というのは、こういう原爆、原子力の事故だと思うんですけど、この時は身を守るにはどうしましょうというところに、ハンカチやマスクで口を塞ぎますと書いてあるんですね。で、これはその、松本氏もこういう原発事故が起きた時はどうしますかって口で、口をマスクで塞ぎましょうって書いてあって、今この付録本もこれで正しいんでしょうか。ぜひこのことを教えてください。もちろん正しくありません、原子力副毒本、放射線副毒本というのが今おっしゃってくださった通り、教育の現場に全部ばらまかれて、小学生用、中学生用、高校生用というのがばらまかれていて、学校ではそれを子どもたちに教えろと言って教師が強制されているわけですけれども、そこにはさっき聞いていただいたように、被爆したって大したことないよと、自然にも放射線あるんだし、もう被爆なんて大したことないと思えというようなことがずら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 とたくさん書かれているんです。私は原子力安全神話が崩れて、今は被爆安全神話を彼らが振りまこうとしていると、先ほども聞いていただきましたけれども、国が教育を使って子どもたちに被爆安全神話を刷り込むというために放射線副毒品をばらまいているんです。事故が起きた時にもちろんマスクで口を塞ぐ、ハンカチで口を塞ぐということは必要です。必要だけれども、本当に必要なのはそんな危険を生み出さないということなんです。そのことをまず一番に彼らが言わなければいけないのですけれども、そのことを言わないまま、まあ大したことない、ハンカチで塞いでおけばいいよというようなところで子どもたちを納得させてしまうというようなことを教育現場でやっているということで、大変けしからんことだと私は思っています。以上です。今日はありがとうございました。2つ質問したいと思うんですが、1つは泊原発で観測をしている人の文章を読んだことがあるんですが、水の中に含まれているトリチウムも気化して水蒸気と一緒になってしまうっていうようなことを書いてあったんですけども、今のお話の中でもトリチウムは水だということだったので、やっぱり気化した場合トリチウムはその水蒸気の中に含まれてしまうのかどうかってことを一つ知りたいことと、はい、おっしゃる、はい、これだ、もう一つすいません、はい、言ってしまいますが、年末に出され
まずトリチウムが水蒸気に含まれるかということなら答えは明確です。含まれます。それに水ですから液体の場合もあるし、水蒸気として空気中に出ていくということもあります。ですからそうなるとその原子力発電所の周辺にトリチウムが水蒸気として広がっていて、一定周辺の住民を被爆させるということになるわけです。今泊のことを発言してくださって、多分斉藤武一さん の, ペーパーだと思いますけれども、泊というのは日本一、白血病が多い、がんも多かったのかなという非常に特殊なところになっていて、それが泊原発から出てきているトリチウムの被爆によるのではないかということが疑われているということです。今日本の国は彼女がおっしゃった通りに、大きな原子力発電所は危険が大きすぎたから小型の原子炉ならいいだろうというような宣伝を始めていて、モジュール型というんですけど、小さな原子炉をそれこそ数たくさん作ってまたばらまこうとしているんです。でも考えてください。日本の原子力発電所というのは、初め東海第一原発は166,000キロワットでした。でもそれがどん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 大型化してきているんです。なぜかというと経済メリットを求めてやってきたわけです。大型化によってようやく採算が取れるだろうというふうにやってきたわけですけれども、もうそんな大型化をやってすら原子力発電所は採算が合わないということはすでにもうほとんどの人は分かっている、国も分かっているわけです。それを小型化なんかすればもう全く採算が合わないんです。ですから本当だったらもう やってはいけないことなんですけれども、これまで原子力を進めてきた人たちがいつまでたっても原子力を諦めないで、自分たちの権益を守りたいということであれこれあれこれ言ってきて、その一つが小型炉だというそういうことです。そんなもの本当はやってはいけ、まあ、小型だろうと大型だろうと原子力をやれば核分裂性生物を作ってしまいますし、事故の危険だってもちろんあるわけですし、本当ならやってはいけないことだと私は思います。それなのに、なんとか彼らは原子力を生き延びさせるということを考えてそういうことを今言い出しているというそういう段階です。以上です。はい、それじゃあと申します。一応公務員の組合 の, 長野県の青年部長をしております。はい、ありがとうございます。本日は貴重なお話ありがとうございました。いい、公務員の組合自治労もこの原発事故でですね、どういったことが起きたのかを学ぶ福島学習ツアーというのを行って1年に1度行っているんですけど、はい、ありがとうございます。それが、去年2回目だったんですね。で、私その時幹事をやらせていただいて、当然長野県のやつらも結構行ったんです。それは幹事の私の思いとしてはやっぱ原発っていけないじゃないかとか、そういうことを感じてもらうために現地に行ったんですけども、現地の青年と話した時にその現地の福島県で働く公務員が実際の、体験を話した時に一番何が印象に残ったかっていうと、やっぱり地震もあったし、その放射能のあれもあったんですけど、一番衝撃的に自分が印象に残っているのが、あったかいご飯を食べた時が一番衝撃的だったと。だから電気の大切さを改めてしみじみと感じたと。そしてその中で今復興をやってるんだと、で東電の職員も頑張ってるんだというふうに言って、で私自身何も言えなくなってしまって、でじゃあ原発っていうのをもう一度福島にこれ今廃炉してるじゃない、このまま例えばきれいになったとして、そこに原発をもう一度作るって言ったらどう思うかって言ったら、そのまま今しょうがないと思っていうふうに言ったんですよ。で、長野県に連れてったやつらを原発ってやっぱいけないよねって思うと思ったら、会議の感想が、でも現地の人もそう言うなら恩恵に扱ってる僕たちはしょうがないのかなっていう感想になってしまって、非常に心苦しく思ったという。で、先生がはっきり言っていただきました、その人災と天災は違うというところも、現地ではごちゃごちゃになったまま復興事業が進んでいるんだなということが非常に分かりました。でもその後そいつが来て、その被災体験を話してくれた人がいて、本当は嫌なんだって言ったんですよね。でもそれを大声で言えない、
ひとまず復興をするっていうふうになってるから言えないんだって言ってました。で、ただその復興事業のさっきのプロジェクトもそうですけど、僕たち公務員は住民を笑顔にするのが仕事なんだけど、その住民がいないまま復興事業のために事業をしているんだというふうにすごく言ってました。で、あんなことがあった後でもやっぱ原発おかしいからって言えない空気感がその現地にはあって、で、それを学ぼうと思って現地に行ったら違う感想を持って帰ってきちゃって、で、どういうふうに広げていけばいいのかな。で、その中で先生が思うその若者の原発に対しての意識っていう部分と、その中で今教育もそうですし、さっきの福徳本もそうですけど、原発っていうことの安全指導が作られているその世界観の中で青年はどうやって戦っていけばいいのかなっていうところ、ちょっと先生のお考えをはい、はい、今お話しくださった通り大変困難な状況があるんですね。で、福島の事故が起きた時に、一度は止まった原子力発電所を再稼働させるということがあちこちで起きた。例えば関西電力の大飯原子力発電所を再稼働させようという動きが起きた。その時に住民に、調査をしたことがあるんですけれども、多くの住民は大飯原発は危険だという住民が多かったです。では再稼働に賛成かというと賛成が多かったです。ですから住民は危険だということは知っているけれども、でも動かしてほしいと。なぜかというと自分たちの生活全部がもう原発に組み込まれてしまっているからという、そういうことなんです。ですから私先ほど全国17カ所に原発作られてしまったという話を聞いていただきましたけれども、喜んで原発を誘致したところなんて一箇所もないんです。それに地方の財政が貧困化していって、もう困って困り果てて原発にすがりつくという構造の中で過疎の地域が原発を押し付けられたんです。そして押し付けられてしまうと多額の交付金、固定資産税というようなものが転がり込んできて、一時的にその町は豊かになるんです。仕事も増えるんです。でも交付金も固定資産税もどんどん減っていくわけです。そうなるとどうするかというと、次の原発を作ってくれというところに行く。それもまたどんどん交付金、固定資産税が減っていくと、次を作ってくれと言って、どん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 原子力の罠にはまり込んでいくという、そういう構造で原子力がここまで来てしまった。それが多分福島も同じだろうと思います。私は原発って麻薬だと言っているんですけれども、一度麻薬に取りつかれてしまうと、どん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 その深みに追い込まれていってしまって、自分で抜け出ることができないという、そういう状況になっていると思います。多分福島の今訪ねて行かれた方々も、地域全体が原子力の中に組み込まれてしまっていて、そこから労働者ももう抜け出ることができないという状態にさせられていると思います。ですからもっともっとその国なら国のレベルでそういう地域の救済という形を考えなければいけないだろうと思いますし、若い人たちはどうすべきかというならば、例えば今福島では、今日も聞いていただきましたけど、復興が大切だから汚染した場所に帰ってこいと言ってるんですよね、住民に。でも住民帰れないんですよ、汚染してるわけであって、特に子供を持ってる家庭なんていうのは帰れと言われても帰れないわけです。でも子供がいない町、子供がいない村なんていうのはいずれ崩壊するんです、どっちにしても。だからそういうやり方の復興というのはやってはいけない。何をしたらいいのかということを、それこそやはり若い人たちがこれから自分たちで考えていっていただくしかない。子どもたちものすごい被爆の感受性高いわけですから、そういうところに帰らないままどういう社会を作れるかというところにやはり行くしかないんだろうなと、まあ、答えになってないと私も自分でも思いますけれども、大変困難な状況の中でやはり国に囲い込まれてしまって、そこから動けなくさせられてしまっているという状況を、なんとか一人一人が抜け出すということに行くしかないんだろうなと私は思います。すいません。ありがとうございます。はい、じゃあ
足跡になってはいけない。どんなにつらい事実でも見ないより見た方がいいというふうにおっしゃってることが自分のできることって言ったらばそれくらいかなというふうに考えます。あの子どもたちに対することは本当にあのこうみんなの責任として先に生まれた者の責任としてどうやって子どもたちの安全を守っていくかということと先生もおっしゃったみたいなあの経済的にどうやったら生きていけるかということをもっと考えていかないと本当にただ原発とかっていうだけで原発どうするかっていうだけじゃないもっとベーシックな人間としてどうやって生きていくのかっていうところがすごく大切な視点になってくるんだなということを改めて思いました。そして福島の原発事故っていうのは本当に大変なことだったんですけれどそれによって私たちがあの事故があるまであの原発っていうのは安全なんだよってこう言われているそこにこう流されてきたところがそうじゃないんだっていうことをたくさんの人がこう知っていくすごくいい機会で今はこう切っていただくチャンスだっていう考えでこう前向きに自分も暮らしていけたらなと思ってあの小出先生のあのこの仮面会に来てもう少しこう学びたいとじゃあ自分が一体何ができるかっていうと本当にあの次シャトレに行ったらこういうのもらったんだよっていうことを、まあ、言うくらいしかできないと思うんですけれど一つやりたいことはそういうことです。でもう一つあの福島の事故の汚染水どうするかってことが新聞に出てたんですけどなんかもうどうしようもないかなこういろんなこう機関のこう決断を出てくるんじゃなくてこうなんとなく少しずつ垂れ流していっちゃおうかみたいなそういうふうなことが新聞にあってええー、と思ったんですが実際には事故に遭っていない原発の現場ではその再生処理場に持っていくっていうことでないということは海に流しているのが現実だということですよね。で、あの子どもたちの食育とかその化学肥料とか農薬使わないいい給食を食べさせないとかっていうのもあるんだけどその前にその海から取った魚まで食べられなくなってしまうかもしれないとかそういうことも含めてこうあの小さなところでもっともっとこういろんな人たちと手をつないでやっていけるのかなというふうに思いました。実際に垂れ流されているんですよね。トリチウムははい、あの垂れ流されています。はい、あの要するに捕まえることができないので原子力発電所が事故を起こさなくても平常運転時でもトリチウムは海へ流してきたんです。それ以外にやるようがない。そういう違う意図があってそのこれはこう絶対にやめることができない違う他のメリットがあると考えてやっていらっしゃるのかそうじゃなくて本当にあの真逆バナナキットにこういう病気たらみたいな感じで先のことは考えずにただめちゃくちゃ政府はやってるんでしょうか。すいませんちょっと変な質問なんです。 いろいろだと思います。あの危険を承知の上でやっぱり電気が欲しいというそういう考えの方もいるでしょうしいやトリチウムなんて大した危険はないよと思っている人もいると思います。私はあの基本的に放射能は全て危険だと思っていますし環境に流すしか打つ手がないトリチウムというような放射性物質を作ることそのことが間違えているから原子力をやめろと私はずっと言ってきたつもりなんです。でも推進している人にはいろんな多分あのスペクトルというか考え方の方がいて、まあ、いずれにしても原子力はやっぱり必要だと彼らは思ってるだと思います。私は原子力は必要だとも思わないし一刻も早くやめるべきだと思っている人間です。以上です。はい、ありがとうございます。それでは次の方どうぞ。青いカーディガンの方ちょっと待ってくださいね。はい、あの
質問、気持ちはわかるんですが、短い申し訳ないです。すいません、今の続きでいいんですけども、放射能汚染水の問題なんですけど、もう来年はいっぱいになっちゃうっていうことで、これはもう流すしかないと政府や東電言ってるわけですけども、これに反対する人を国際原子力委員会っていうか国際的に力のある委員長のグロッシーさんだったかしら、それが日本へ来て、そしてこのタンクも見てって、そして世界的の基準において問題ないから、反対意見に対してあったら協力してそういうのを沈めるようなこと書いてあったんですけども、それについて小出先生どう思われますか。はい、具体的なことを私知りませんけれども、多分今国際的なとおっしゃったのは、はい、IAEA、 国際原子力機関のことだと思いますけれども、 それは国際的に原子力を進めるための胴元です。だから悪のトップだと私は思って、そこはなんとかできないんですけど、だからそこはもうなんとかできるというか、日本の原子力マフィアもいるわけだし、米国の原子力マフィア、ヨーロッパの原子力マフィアって、そこら中にいる原子力マフィアの要するに頂点が IAEA なわけです。それをどうにかできるかといえばなかなかできないし、まずは日本の原子力マフィアを倒すことが私たちの責任だと私は思っています。そうですね、はい、だからまずじゃあタンクの水を海に流すことだけでも反対していかなきゃいけないと。私は反対しなければいけないと思います。ただそのことは先ほども聞いていただきましたけれども、日本の原子力を止められるかどうかという、そういう巨大な課題とイコールなんです。はい、ですから放射性物質を海へ流すなんてことはもともとやってはいけないんです。そうですね、なぜかといえば普通のゴミというのはありますよね、物質でもいいけど、大抵環境が浄化作用を持っているんです。ですからまあ人間の糞便だってそこらに出してもちゃんとバクテリアが分解してくれて肥料になるわけです。普通のゴミはみんな環境に捨てていいんですけれども、放射能に関しては環境に浄化作用がないんです。ですから放射能は環境に捨ててはいけないし、トリチウムのように捨てる以外に手がないような放射性物質は作ってはいけないんです。ですから原子力をやってはいけないということにしなければいけない。世界中はそういうふうなんですかね。世界中金儲けをしたいという人たちが多いからです。はい、わかりました。はい、はい、それではあとお一方。はい、じゃあそこの黒い席。最後に聞こえますか。どうもありがとうございました。いえ、ありがとうございました。先生の話いつも聞いてもですね、みんな今日聞いてらっしゃる方、ネタゲ業の怒りというかきっと感じてると思うんですけど、もう残念ながら原発の再稼働が止まらないで思いているじゃないですか。その時に例えば小泉さんが北欧に行って、これ原発はもうダメだっていう、嫌かもしれないけど、彼みたいなそういう人間をうまく利用してこううまくうねりみたいなのを起こすっていう、先生が一生懸命我々特に年寄りばっかりなんだけど、年寄りがいくらこう憤っても残念ながら変わってこないなら、ちょっとそういうものをうまく使うっていうアイデアとかないでしょうか。はい、小泉さんのことを今発言してくださって、私は小泉さん大嫌いだとずっと以前から発言してきました。イラク戦争に前のめりで突っ込んでいった人だし、新自由主義の旗を振って郵便局を潰したのも小泉さんでした。私ですから小泉さん大嫌いです。今でも大嫌いです。でも彼が原子力は悪い、
生み出した核のゴミの始末ができないようなものはやってはいけないという発言を始めてくれているわけで、そのことに関しては小泉さんの言っていることが正しいので、私は彼と連帯してもいいと発言しています。ただ小泉さんは私のこと大嫌いなようで、なかなかその連帯する機会がないのです。ただし今年の3月11日に東京で結構大きな集会があって、小泉さんがそれに来ますし、私も行くと約束をしました。そんなことで、まあ、嫌いな小泉さんでも原子力を止めるためには私は共闘したいと思って、これからもやろうと思っています。以上。